皆さんこんにちは。高野山天風チャンネル、馬場あさみです。今回は普段私が使っている高野山のお香をご紹介します。今回はですね、高野山のお香屋さん大師堂さんが製造されている高野霊香というお香を3種類ご紹介いたします。こちらですね。ではこちらのブルーのパッケージはですね、高野霊香の中でも一番スタンダードなタイプかなと思うんですが、私は毎朝お仏壇にお線香をあげるときにこちらのブルーのタイプの高野霊香を焚いています。どんな香りか皆さん気になりますよね。今ちょうどね、焚いてるんですけれども、お体が清められるような、あの清々しい香りですね。でこのパッケージによりますと、白檀、人工、長寿や流能などいろいろな香木がミックスされて作られているそうです。高野山のお寺でもよく焚かれている香りですし、この香りを聞きますと、あ、高野山らしい香りだなっていうのを皆さん感じられることが多いそうです。本当に体をね、清めたりですとか、あとはもうその場を浄化するのに、お使いいただくのにもとってもいいかなと思います。あ、いい香りです。こちらがこの青いパッケージのものですね。次にご紹介をいたしますのが、こちらの、茶色いパッケージの、高野霊香です。こちらはですね、特選白檀ということで、白檀の配合がとても多い調合になっているそうなんですけれども、本当に今焚いてますが、すごくこう白檀の甘くて華やかな香りが優しく優しく漂ってきます。先ほどの青いパッケージもそうなんですが、天然の香原料だけを使っているということで、とても優しくて、いい香りですね。甘く華やかなのが白檀の特徴ですけれども、寝る前に眠りを誘うような香りでもあるので、お休み前に焚かれるのもいいかなと思いますし、お部屋のフレグランスとして、お部屋香として焚くのもおすすめです。本当に甘くて優しくて柔らかく香りますね。うん、甘い香りですね。白檀がお好きな方はとってもいいと思います。で白檀っていうのはいろいろな地域で採れるんですけれども、ローザン白檀というのがちょうどインドマイソール地方で採れたもののことを言うんですが、一番上質なものというふうに言われておりまして、香りもとってもいいです。おそらくこのインドのね、白檀を使われているんじゃないかなと思います。あ、いい香りです。皆さんにもね、この香りをお届けしたいです次はこちらの高野霊香の、ちょっと大きめのグレーの箱ですね。レンゲという名前がついているお香です。お香自体もですね、紫色の、見えますでしょうか、紫色の線香なんですけれども、本当に正常な、そして高貴な香りということで調合されているそうです。白檀、長寿、括弧、桂皮などいろいろなものが入っています。あ、こちらもですね、とても品のある香りですね。先ほどの白檀が中心となっていた、特選白檀の香りよりも甘さは少し抑えられている感じがするんですが、上質な品の良さが感じで取れます。あ、こちらもですね、お部屋の香りに使ってもとても良さそうですね。柔らかい、控えめな
甘さが感じられます。こうやってお香の煙を自分にこう感じますと、やはり、ね、自分自身もお清めになりますし、この場もね浄化されますので、ぜひお香をね焚いていただきたいと思います。あ、この香りもとってもいいですね。で、先ほどご紹介したブルーのパッケージ、茶色のパッケージ、そしてグレーのパッケージ、こちら3種類ともですね、弊社のお香コーナーで販売しております。またオンラインショッピングでもお買い求めいただけるように調整を設定をさせていただきたいと思っておりますので、気になる方はまたホームページ、ぜひ概要欄からご覧になってみてください。また今ですね、私がテンプお香講座ということで、オンラインでお香作りの講座をやっております。そちらの講座でも天然の材料を使ってお香を自分の手で作ることができるという講座ですので、そちらもですね、ぜひご覧いただけたらと思います。テンプお香講座ということで概要欄に載っております。ぜひよろしくお願いいたします。ではチャンネル登録お願いします。今回もご視聴ありがとうございました。